ホワイトアルバム2幸せの向こう側2012年アクアプラス、どうもアラヤンです。さあ今回は謎の回想シーンからいきましょう。しみた、ごめんね春樹くん。いやそれほどかもしれないような。もうちょっとの辛抱だからね。消毒終わったからあとは絆創膏貼って。こんなシーン高校時代にはなかったですよね。やっつつつごめんなさい。軟弱者。やかましい。痛いものは痛いんだ。指の皮がめくれたくらいで何を大げさだ。毎週めくれてるんだよ。もうこれで8枚目だ。学園祭の練習をしてる時のエピソードっぽいですね。だったら慣れるだろう。そんなのただおぎそに甘えてるだけじゃ。はい、おしまい。ほら、痛いの痛いの飛んでけ。あれ、もしかして変だった今の。完全に滑った空気でしたね。いや、刹那らしいといえば実に刹那らしかったけど、フォローの仕方が下手くそ。いつもこれやるもんだから、いつの間にか映っちゃって。これで学園のアイドルとか。そんな自覚ないし。自覚があろうがなかろうが、明日を過ぎたらもっと大変なことになるぞ、きっと。まだちょっと痛い。もう神経がむき出しになってるんじゃないか、俺の指先。ギターの弾きすぎで、そんなことになることはない。それは抑え方がおかしいんだ。私はギターで指の皮がめくれたことなんかないぞ。そこまで言うなら指見せてみろよ、トーマ。ああ、ガチガチだよ。そりゃ、最初からここまで武装されてたら破れるわけないよな。でも細い。それに白くて綺麗。これでどうしてあのすごい音が出てくるんだろうな。それに指先冷てぇ。性格まんま。二人して人の指で遊ぶな。さあ休憩終わり、始めるぞ。そうだね。本番まであとどのくらい？本番まではまだ少し余裕あるけど、実はそろそろ出ないといけない時間。学園祭の当日の朝のことかな。もうそんな時間か。なんか腹減ってきたな。通しで弾けるようになったら腹いっぱい食べればいい。そんなことしたら学園祭終わるまで寝ちゃいそう。なら学園祭終わるまで飯抜き。極端から極端に走るなっての。じゃあ行くよ、準備はいい？もちろん。刹那と会ったことで刹那との思い出を思い出したってことかな。夢の中でぼーっとする頭がだんだんはっきりしてくると、どうしようもない現実の方もだんだん目覚めてくる。そっか、寝てたんだ俺。やっと眠れてたんだ。タイムリミットがあと数時間後に控えてるこの最悪のタイミングで。まだ寝ぼけてんのかな。あれからずいぶん時間が経った。刹那をタクシーで小木曽家に送り届け、そのまま二人で朝までお父さんの説教を受けた。お母さんも寝ずにずっと起きていて、話が終わった頃には朝食が湯気を立てていた。3年前と同じ厳しくて暖かくて。なんだよ、俺泣いてたのか。部屋に帰ったのが日曜の昼。それからすぐに PC を立ち上げてディスプレイに向かい、そしてそのまま微動だにせず数時間前に進めないまま時間だけが無意に過ぎ去った。
カズサの記事のタイムリミットまであと数時間ってことかな。気分を変えるためにベッドに横になり、ショック療法と称してビールを一缶開けて頭を冷やそうと外の冷たい空気に何時間も当たり、そして曜日は月曜に変わり、さらに夜が明けて、熱もなく気分も悪くなく、眠いけど眠れなく、だから始業の時間が迫ってきても大学に出かけることができないという平均的な大学生のような行動をとってしまった。それからも11時くらいまでは PC の前でうなってた記憶があるけれど、こうして今時計を見ると世間はもう月曜の夕方といって差し支えない日時。今日がマリさんにダメ出しされた原稿の締め切り。彗星のように現れた期待の若手ピアニスト當間一紗の特集記事の。やっぱりそうでしたね。大丈夫なのかな、原稿の方は。目覚ましのシャワーを浴びると改めてディスプレイと向き合う。そこには先週総没になったおためこかしのビジレイクが未だそのまま鎮座して俺の文才を嘲笑う。いや、本当に嘲笑ってるのは文才なんかじゃなくて、いつまでもあいつの真実に踏み込めないチキンな俺。書かないと。ですよね。カズサのこと書かないと。あいつが昔何を考えてて、どういう生き方をしてて、どんなやつだったのか思い出さないと。さっき夢で見たあの時間を。俺たちが刹那で小木曽で、當間で當間さんで、春樹くんで北原だったあの頃を。カズサが夜空を見上げて話してくれた、熱に浮かされて語ってくれたあの理不尽な恨みつらみを。学園祭の日までのたった一週間の俺たちを。俺が今まで生きてきた中で最高に楽しくてめちゃくちゃ嬉しかったあの日々を。あの日に、3年前に戻りたい。なんだよ、俺また泣いてんのかよ。マリさん、宅配。春樹の気持ちが何とも言えないね。私に？うん、編集部キツキュになってるけど、送り主が北条大附属学園になってたから。北条大附って？北原くんがこの前取材に行ったところですよね。だからマリさんでいいかなって。もしかして学園祭の時のビデオか何かを送ってきたのかな。なんだろう。そういえば北原くん、今日が締め切りですよね。初仕事で総没なんてショックだったろうな。あの程度でへこんでたらとてもじゃないけどうちじゃやってけないから。バイトなのに彼。来年うち受けるって言ってる以上、今のうちから鍛えておかないと。それでも今はバイトなんですけどね。受けるって言ってるだけで採用されるかどうかは。取るに決まってるじゃない。松岡取って北原落とすってどんな人事よ。それは松岡には言わないであげてくださいね。聞こえてるんじゃないの。あ、何でした？ DVD？ やっぱりそんな感じがする。学園祭の時の DVD でしょうね。例の海洋グラフが出てからお前らで5組目だよ。諏訪までダビングしろとか言ってきたし。何しろヨーロッパで優勝だからな。ヨーロッパのコンクールで準優勝ね。杉浦がさ、當間一紗とうちの姉ちゃんが親友だったって言っても全然信用しなくて、で証拠見せてやろうってことになってさ。ああ、なるほどね。まあそういうことにしとく。そういえば小春と春樹の二人で刹那を探してる時に、小春は春樹の携帯の待ち受けを見て、カズサが一緒に写ってんのを知ってましたよね。お前の姉さんも伝説だからな。俺にはそこがよくわからないけど、あんなのその辺にいる普通の姉ちゃんだぞ。
なら弟代わってくれ。だいたい3年連続ミス北条大夫なんてな、少なくともうちの学校からは一人しか出てないんだぞ。ミス北条大夫って言ってる時点でかなり限られた人選ですけどね。他の学校からミス北条大夫は出ないと思うけど。そういえば本物のミス北条大には出てないんだよな。あれに優勝したらテレビ局か芸能界入りはほぼ約束されてるってのに。そりゃあ今は彼氏がいるし、しかもラブラブだし、一昨日なんか夜中の3時くらいに一緒に帰ってきて、さすがの親父もかなり怒ってたな。その時は小春と一緒に春樹が刹那を探し回ってる時ですよね。表情が曇った。しかし考えてみると、あの東間和沙とあの小木曽刹那のユニットなんだもんな。確かにこの動画将来値打ちが出るかも。能書きはいいから早く見せてよ、3年前の軽音楽同好会。わかってるって。確か軽音楽同好会は8トラック目だったかな。あ、久しぶり、ラジオですね。最後に、これは個人的にも聞きたかったんですけど、次回公演の予定は？もちろん主演女優は今度も瀬野内晃さんですよね。一応2月を予定してまして、現代が舞台のラブストーリーになる予定です。へえ、ラブストーリーですか。今までのワトスの方向性とは違いますね。女優と言いつつ今まで全然女やってなかった瀬野内がとうとう女ってものを真正面から演じます。どういう作品になるか全く想像がつきません。そういうこと言っちゃうんですか。瀬野内さんすごく綺麗じゃないですか。私毎回見に行くくらいファンですよ。いや、でもあいつマジで女じゃないですから。それどころか初日前なんか人間ですらなくなるし。またすごいこと言いますね。それだけ役に没頭してるって意味ですか。役作りに関しては本当鬼です。時々のめり込みすぎてしばらく現実に戻ってこなくなるくらいに。それはなんというか、次の舞台がまた楽しみですね。ええ、期待してもらっていいと思います。また団員一同全力で頑張りますから、ぜひ見に来てください。今日は劇団ワトスの上原代表に来てもらいました。上原さん、ありがとうございました。どうもでした。誰のこと話してたんでしょうね。はい、ではここで一曲。あれ、また届かない声がかかってるぞ。千秋が起きた。ラブストーリーって話が出てきたらやっぱりこれですよね。だって私、父親の顔も名前も知らないし、母親とはここ数年一緒に暮らしてないし、渡されてるカードも上限にもないし。回想シーンに入ると思いましたよね。 BGM が流れた時点で。私の家の事情はそんなに複雑じゃないし、普通に想像した通りだし、人の役に対して深刻な話じゃないし。でもだからこそついたって意味もなく嫌になったんだし。マリさんにバレちゃいました。何よあいつ。
いいじゃん別に。普通にかっこいいじゃない。高校時代を思い出して原稿に打ち込んでいってるのかな。ピアノやめようと思った。あの人の娘でいることやめようと思った。あの頃の自分もこうあの頃の上総を原稿に上げていってるって感じなんでしょうか。懐かしいな。俺このステージ生で見たんだよ。すげえ盛り上がってるよな。俺たちの3年間でこんなに盛り上がったライブなんか一度もなかった気がする。私の知ってるあいつはいつも人気で本当に笑ってこつけて自分を持ったりしない。やってること大したことないんだけどな。楽器はギターとキーボードだけで、あとは打ち込みだし、何しろ歌ってるのが姉ちゃんだし。だからここまで盛り上がったんじゃないか。人型みたいに自分を遠くから見てて、人の心が近づくのを極端に恐れる無血動物だね。小春の知ってる春樹とは全然違った春樹を見て小春がショック受けてんね。どうだ杉浦、うちの姉ちゃん本当に東間和沙とユニット組んでただろ。でほらこの左側のギターの人がここにつけてるんです。様子がおかしいね。ああそうか、音楽室で取材に来た時に高校時代を思い出してた春樹と小春は出会ったんでしたね。私やっぱりピアノが好きだ母さん。実はそんなに嫌いじゃない。だから私は自分の選んだ道が正しいって信じてる。親孝行をしてくれ。これからは刹那みたいないいやつになる。できたのか。完成した。丸一日以上机の前でうなっても一行も進まなかった原稿がたったの1時間で仕上がってしまった。泣いてんのかな春樹。でもその1時間で1日分の精神力をすべて使い果たしてしまった。全身を耐え難い疲労感と虚脱感が襲う。少しでも気を抜いたらあっという間に気絶してしまいそうだ。全身を覆うのは体に感じる疲れだけじゃない。心に重くのしかかったり、霧で揉み込まれたりかな、暖かく流れ込んだり、高ぶりをもたらしたり、そんないろいろありすぎて自分が今どんな気持ちでいるんだかわからない。ぐるぐるに渦巻いた感情の波。あいつを撃った。俺たち3人だけの秘密を白日のもとにさらけ出した。けどそんなひどい裏切りを重ねてる間、あいつのことを思い出して恍惚としてた。誰にも心を開かなかった音楽家の天才にして普通科の落ちこぼれが怒ったり黄昏れたり、素直になったり素直じゃなかったり、そんなあの3年前の数日間を思い出し、ニヤニヤ笑ってボロボロ泣いた。メール。けどもうそんな罪悪感も満足感も考えるのも億劫になってきた。第2項送らないと。締め切りは今日の24時。マリさんのことだから夜中の24時に届くメールと
朝の6時に届くメールとでは明らかに意味が違う。だから今送らないと。このまま気を失ってしまったら明日の朝まで絶対に目覚めない自信があるから。だって全身がこんなにも心地よい。刹那のこともカズサのことも俺たちの挫折の3年間も今だけはみんなひっくるめて美しい思い出に昇華してしまったから。おやすみ。その言葉は歩いて30分のところにいる人か、飛行機で数十時間かかるところにいる人か、どっちに向けたのか、どっちにも向けたのか、もう今の俺にはわかるはずもなかった。わかる必要もなかった。メールはちゃんと送ったんでしょうかね、春樹。12月14日なんだこれは。そして最後の力を振り絞って送信された俺の渾身の第2項は、マリさんだから北原くんは、そうそう、この際だから努力くらいは認めてあげましょうよ。一応締め切りには間に合わせたんだし。何も分かってない奴らは黙ってろ。えらい怒ってますね。はい。初稿の時とほとんど変わらないリアクションで迎えられた。まあある意味予想通りではあったけど。北条大夫に入学したのは母親である東間陽子に捨てられたから、本人の希望は何一つ考慮されなかった。少なくともその時点で本人はそう思ってました。後で誤解だったって判明するわけですけど。北条大夫では周りとのレベルが合わず、ついでに周りとのコミュニケーションも取れず、クラスメートと1年間一言も喋らなかった。一応入学したての頃は少しは話してたみたいですけど、主にひどい喧嘩だったそうです。遅刻無断欠席は当たり前、教師からも見捨てられ、素行不良で何度も問題を起こし、2年の終わりにとうとう音楽科から放出。でも卒業だけはなんとかなりました。うわー、何このゴシップ。世間に名前が浸透する前からいきなりこんな。さすがは東間陽子の娘って言われそうだな。確かに。まずくないですかね。もともとアンサンブルの編集長が東間陽子と知り合いだったから撮ってこれた特集記事なんでしょこれ。でも今回はやる気云々の問題ではなく、内容に関しての問題点の指摘らしかった。どうやら前回よりは前向きな評価をもらえてるらしい。これで一歩前進したな。二歩下がる可能性はとても否定できないけど。誰に聞いたんだこんな話。学園関係者の誰がこんなこと喋った。ただの春樹の思い出ですからね。本人です。まあ3年前のことですけど。でもエピソードそのものはそれよりも前のことばかりなので問題ないかなと。マリさんは相変わらず厳しい顔で俺を睨んでいる。他の部員の人たちもマリさんが放り投げた原稿を回し読みして食い入るように頭を抱えてる。あ、昨日頭使いすぎたせいでちょっと語彙が変なことになってる。本当に乗せてもいいんだなこれ。けどマリさんのその表情は、実はこの間総没食らった時とは明らかに違ってることには気づいてた。何より厳しい顔はしてるけど、それは全然悔しい顔とは違ってた。それは今の段階では何とも言えません。一度学園側にチェックしていただかないと。取材したことを何も反映してませんし。そういう意味じゃないんじゃないですか。春樹にとってこれを原稿にしていいのかって話ですよね。学園側のコメントとこの内容は何も関係ないんだろ。
なら文句を言われる筋合いもない。そういう考え方もありますね。向こうには取材したけど使わなかったとだけ言っておけばいい。連絡は私の方からしておく。それって、マリさん、まさかこれ OK なんですか？それどころか、その口から出てくる言葉たちはこの原稿をどう直すかではなく、この原稿をどう通すかに移ってる。私がいいんだなって聞いたのは、そんな形式上の意味なんかじゃない。やっぱり思った通りなんじゃないですか？え、これがそのまま掲載されて日本中の人の目に触れることになっても、もう北原だけの真実じゃなくなったとしても、お前はいいんだな。マリさん、本当に優しいですね。はい。返事しちゃいましたよ。すまなかった。はい。今日は珍しくマリさんはさっきのことを引きずっていた。それも怒りそのものとしてじゃなくて、なんだか別のわけのわからない気まずさとして。初仕事でいきなり酷なことやらせた。実は相当後悔してる。学園祭の DVD を見て、カズサとハルキの関係に気づいたのかな。だから男言葉も元に戻っていない。そんなこと、チャンスを与えてくれて感謝してますよ。いい結果が出せなかったのは俺が悪いんですよ。そうじゃない、そうじゃないんだ。しかも言葉は男っぽいのに、内容がちっとも竹を割れてない。北原ならこれくらいやれるって思ってたし、結果だってちゃんとついてきてる。お前の仕事に何ら落ち度はなかった。じゃあさっきも聞いたろ、お前はいいんだなって。言ってる意味が。とマリさんはうつむいたまま俺の目の前に一枚の平たいケースを差し出した。北条大夫から昨日届いた。同封してあった手紙には8トラック目に東間和佐が写ってるって。あ、ケースの中には一枚のディスク。表面にはぶっきらぼうな太字マジックで2000バツ年学園祭2日目ステージイベントと書かれている。で、言われた通り再生してしまった。本当にすまなかった。何も悪いことしてないですよ、マリさんは。むしろこの気まずい空気を作り出したことこそすまなかった部類に入るんだけど。私、北原に言ったよな。お前には同級生としてのコネを期待してるって。誰も知らない東間和佐を発掘してこいって言いましたね。でもまさかこんなに親しい関係だったとはマリさんは知らなかったでしょうからね。それがどんなにお前を傷つけることになるのか知らなかったとはいえ、配慮に欠けてた。悪かった。そんなのマリさんのせいじゃないですよ。なんて俺の言いたかったことは彼女の素早い論理展開により封じられてしまった。まさか北原みたいなガッチガチの堅物がこんな派手な経歴と才能と容姿のお嬢様なんかと。え、あ、すまん。また配慮にかけてた。別にお前のことを女にモテなさそうとか、あんな美人と釣り合うわけないとか、そういう風に思ってるわけじゃん。本音がポロポロ出てますよ、マリさん。またしてもすまん。なんだかさっきから墓穴を掘りまくってるな。珍しいですね。気にしてませんから。何しろ3年前の秋以降ずっと言われ続けた俺のアイデンティティみたいなものだ。実は結構動揺してるんだ。自分が結構致命的なポカをやってしまったこととか、北原の意外な過去を垣間見てしまったこととか。前者は何も気にすることはないですし、後者はできれば気にしてほしくないんですが。そうはいくか。お前に関してずっと引っかかってきた違和感にようやく一つの答えが見つかったっていうのに。ああ、なるほど。
マリさんは春樹のことを結構見抜いてるんでしたよね。何のことですか？言ってもいいのか？言ってくれないと分かりません。話をそらすべきだった。いくら上司といえども、いくら最下層のバイトといえども、そこにそういうジャンルの業務要件は存在しないって。北原が今みたいに無理するようになったのって、東間和沙が絡んでるんじゃないのか？大当たり。マリさんすごいね。なんて下世話な。それってセクハラですよ、マリさん。前にも言ったかもしれないけど、私には今の北原はとても危うく思える。なんて皮肉しか浮かんでこない。無理してるってだけならまだしも、それが若さから来る前向きな無理に見えない。年寄り臭いですか俺。精神的自滅願望があるような気がするけど、過剰なまでの常識人としての資質がそういうとこを覆い隠してる。完全に見抜かれてますね。要するに心の中では破滅を望んでるけど、もともとが真面目だからなかなか踏み切れないと。まあぶっちゃけるとそういうことになるか。それはかっこ悪いですね俺。ほらな、怒ってぶち切れたりしないし、いつもの北原らしく論理的に否定もしない。どうしようもなくニヤニヤ笑ってる。自分の唇の端が釣り上がってるのに今さら気づいた。昨日のあの原稿を書いていた俺を笑い飛ばす別の俺がマリさんの目の前で邪悪な笑みをこぼしてる。自分で認めたくせに他人に図星をつかれると、どうしようもなく否定せずにはいられない天の弱。マリさんはそこで言葉を区切って、あとは俺の顔をじっと見ている。何でしょうね、何か一言春樹が言葉にするのを待ってるって感じかな。俺の薄笑い以外の反応を求めてる。ああ、ここで選択肢なんですね。そんな単純な話じゃない。終わったことです。記事を、原稿を記事にしてもらおうと思ったら、ここは終わったことですって言っとかないと、マリさんのことだから記事にすんのを取りやめてしまいそうな気がしますよね。ああどうしよう。そんな単純な話じゃないのは間違いないんですけど、自分の原稿を記事にするためには終わったことですって答えなきゃいけないのかな。はい、ってことでちょっと決めかねるので、この選択は次回やっていきましょうかね。今回はやっと春樹が過去のことを吹っ切ったって言っていいのかどうかわからないけど、なんとか上総のことを思い出しながら原稿には起こすことができましたね。刹那との関係は特に平行線のままっぽいけど、これで上総との思い出を消化して刹那と一歩前進できたらいいんですけどね。そういうわけにはいかないかな。春樹はかなりこじらしてるから。はい、じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。届かない恋をしてみても。